おはようございます。今日はお出かけするので今準備をしていたんですけど、なんとヘアアイロンの電源がつかないです。今ここにコンセント刺さってるの見えてると思うんですけど、ランプがつかないんですよね。先日もそんな出来事があったっていうのをお話ししたと思うんですけど、いよいよもうダメかもしれないですね。あ、ちょっとコンセント触るとついたりするからケーブルの調子がおかしいのかな。でも消えちゃいますね。あ、今日だけ頑張ってほしい。なぜなら代わりのアイロンがないんですよ。ストレートアイロンなら持ってるんですけど、あ、ダメかも。なんとかこの手で支えてる状態で温度を一度上げて一気に巻き上げようかなと思うんですけど、そもそも電源が入らない。一瞬つくんですけど消えちゃいますね。はあ、ダメです。今日はもうストレートアイロンで巻くことにします。これはね、ギフティングでいただいたリファのストレートアイロンです。これはもう温度が上がるのが早いから大好き。せっかくなら最新のヘアビューロンに買い替えようかなと思って今公式サイトを見てみたら、なんと10万円超えてました。私が使っていたこのアイロンも5万円近くするので修理に出すことにします。もう保証期間は切れてるんですけど、一律8800円で対応してくれるそうです。個人情報とこの裏のシリアル番号が一致しないと修理には出せないそうなので、やっぱり公式サイトから購入することをおすすめします。今日はもうストレートアイロンしか使えないので毛先を内巻きにして一つに結ぼうと思います。前髪はねストレートアイロンで巻くのがいいですけどね、やっぱりカールアイロンがないと不便だな。最近ヘアセットにこちらを使い始めました。あのおなじみの椿から出ているヘアクリームです。こんな感じでね、普通の白いクリームなんですけど、これがね、すごくツヤが出るんですよ。香りはホワイトフローラルの優しい香りって書かれてますね。髪のボリュームを抑えて毛先までツヤが出るので、髪の毛が乾燥している方とか、広がりやすい方にはおすすめです。昨日この椿オイルも買ってきました。これは結構少量でウェットな感じになるので出しすぎには注意です。パッケージや瓶は昔から変わってないのかな。でもやっぱりロングセラーなものはインタだと思いました。仕上げに N ドットスプレーを振ります。はい、では行ってきます。金箔入りでいいと思う、綺麗だね。このまま、うん、だからいいと思う。8月20日まあ微妙か、おかしい。すぐ食べなきゃいけなくなるから。こちらがあるから、うちの釜を、うん、
外のコインを買おう、日本の金じゃなくて。はい、あ、いっぱいある。はい、ありがとう。あれ？カルじゃカレーっすよ。2枚くらいしか。ご飯は？ライスいる？チュー。サンチュとライスのチューと。サラダにあるか。もう塩かかってるんだ。うん、かかってるんだ、塩。うん、うまいよね。おいしい。切るよ。あ、もう柔らかい。ほら。うん。振りすぎて。うん。うわ。ジューシー、ジューシー、うん、すごい柔らかい。うわ、ジューシーですね。もう絶対うまいやん、これ。これ、甘い。甘い。言ってみ、これマジ甘いんだけど、これ。おいしい。うん。あ、醤油めっちゃいいやつだな。